郡山プラス。今回注目するのは来月開催される郡山酒&発酵まつりです。私もお酒大好きなのでとっても気になっていたんです。皆さんが足を運びたくなるような見どころをたくさんご紹介しますよ。郡山酒&発酵まつりは郡山の発酵文化の魅力を PR するイベントで、来月初めて開催されます。郡山も十分発酵の文化があるところで、お酒はもちろん当然味噌醤油、それから納豆とかね、美味しいものもいっぱいあるので、ご家族連れでも十分楽しめるイベントだなと。来月のイベントをより楽しめるよう、自慢のお酒そして発酵食品を一足先にご紹介します。まずはお酒から。全国新酒鑑評会では一昨年まで9年続けて金賞受賞数日本一を誇った福島県。郡山のお酒も全国で高い評価を受けています。お酒ってもともと食べ物、そこの土地の食べ物に合うようにだん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 こう味ができてくるんですけど、これもいろいろ多様なものを食べてますし、それに合わせるようにいろんなお酒があるっていうのが特徴かな。当日は日本酒だけでなくウイスキーやワインなどさまざまなお酒が楽しめるということです。いろんな味とですね、いろんな組み合わせ、それから美味しいものがいっぱいある郡山をぜひですね、味わっていただければというふうに思いますんで。私も一足先に堪能したいところでしたが、先を急ぎます。続いては発酵祭りの目玉、郡山に100年以上続く伝統の味噌です。100年前から受け継がれている麹の作り方がありますので、それにのっとってですね、昔ながらのお味噌をですね作っております。発酵祭りでは郡山市100周年を記念して作られた特別な味噌も販売されます。いただきます。優しい甘みみたいなの結構ありますね。郡山産のお米と大豆を使用しております。非常にバランスの取れたお味噌になって、いろんな料理に使いやすいものになってます。当日は大人気の味噌作り体験など、さまざまなワークショップも開かれる予定です。でも実際にどんな味がするのっていうのを実際に体感できるイベントっていうのは少ないと思うので、いろんな方に郡山ってこんな美味しい発酵食品あったんだというのが分かってもらえるようなイベントにしていきたいと思います。来月25日から3日間開かれる郡山酒&発酵まつり。25日は市内のさまざまな蔵元のお酒の飲み比べ、それに地元食材を使った特選料理が楽しめます。そして27日は発酵祭り、味噌をはじめとした発酵食品のブースやワークショップ、セミナーが開催予定で、26日には前夜祭も行われます。お酒に発酵食品に盛りだくさんな3日間、私もたくさん食べて飲んで楽しむぞ。郡山プラス、次回もお楽しみに。